さあ深澤から加藤貢献、あーこれはいいパスが通った、低い弾道でした。さあ加藤貢献です、左足で狙っていった、松田かわして左足で中に高木吉明シュート決まった、また持っていく、今度は堀米です。さあ松田かわしてシュートだー、決まった、前を向いてシュートが入った、マイケル・ジェームズ3点目新潟、スルーして加藤蓮中に送ってどうかシュートー、深澤決定的でしたが、あとは加藤貢献、あの、うん、で杉本に変えてバスケスバイロン、この4人です。これはあのバスケス右に置いて左に新井を打つってことですよね。そうですね、いや本当に中心で島田選手プレーしてますね。そうですね、はい、島田はあの17年長崎で J1 昇格経験も持っています。さあ新井です、カットインしてのシュートが決まった、左に移っていい仕事いきなりしました、新井瑞希今シーズン4ゴール目。やっぱり新井が左に来るといろんな選択肢ありますからね。そうですね、やっぱりスピードに乗ってここを仕掛けられるとなかなか対応できませんし、はい、シュートの軌道が本当にすごかったですね。そうですね、さあ1点返しました、早い時間帯で1点返したヴェルディです、2点差。まあ、2節の、ね、栃木戦でしたかね、ゴール、はい、あのセットプレーからそうです、栃木出場から取りましたね、さあこれは森田が入っていって、さあバスケットバイロンだ、左足のシュートだ、おっとこれは外か、さあここ森田うまく前を向いて馬場からワンタッチ、バスケットバイロン後ろから深澤上がってきた、シュートだ、うわわずかに左、谷口に当てて前の新井、さあ1対1の勝負、藤原との勝負、中に入ってカットインからクロスだ、バスケットバイロンだ、もう1点返しました、ヴェルディ、やっぱ新井選手がこう仕掛けて、まあ、あの選手が、ね、抜け出したことによって、まあ、マイケル選手外に引っ張り出して、はい、まあ、いいタイミングでバイロン選手が外から入ってきてね、最後よく決めましたよね、右足決めました、ちょっとディフェンスの前浮いた位置にアノがいます、ババ行ってそのアノが後ろ入った、バスケスバイロンだ、やりシュート同点、バスケスバイロン2点目、東京ヴェルディ0対3から追いつきました。いや今のはババ選手が素晴らしい運びからね、よくバイロン選手見えてましたし、このバイロン選手のファーストダッチですね、完璧にこれ決まりましたから、もうこうなると小島選手も、まあ、どうすることもできないので、はい、いかにファーストダッチが大事かっていうのがよくわかりますね、本当いろいろな意味で、まあ、カットインクロスワンツー、ファーストダッチはあとゴール、いろんな意味で怖い選手になりたいんだという、バスケスバイロンです。さあ縦のボール中に入って矢村、矢村前は空いてるぞ、打っていく、よいったー矢村、あー今ここで試合終了。